んにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターソードシールドスカーレットバイオレット発売前最後の剣盾での公式期間限定レイドということでイベントが発表になってもうすでに始まっています。もう遊んでるよっていう方も多いかと思いますが、剣盾最後のイベントになっちゃいましたね。内容としてはとても豪華です。10月21日にワイルドエリアニュースが更新になったんですが、ソードシールド最後のワイルドエリアニュースの更新がブリザボスとレイズボスに挑戦できる期間限定レイドと発表がありました。10月21日に更新になった内容なのでもうすでに遊んでるって方もいると思うんですけど、今回は3日間ほどです。終わりが2022年10月24日の朝8時59分までです。この期間中にブリザポス、レイスポスが星5で出てくるようになっています。倒しても捕獲ができない特別レイドにはなるんですけど、倒した時には経験飴と、毒性カプセルなど通常のレイドバトルでは入手できない道具が手に入ることになっています。ブリザポスもレイスポスも冠の雪原エキスパンションパスで登場してきた純伝説ポケモンになります。ということで早速行ってみたいと思います。まずはワイルドエリアニュースを更新しましょう。インターネットに接続しててもこれ更新しないとなってないことの方が多かったはずなので先にやるようにしましょう。はい、 OK です。巣穴探しに来てますがまだ見つかってません。いるかな。あ、いた。ゴーストタイプ、分かりやすいな馬の形しててゴーストタイプなのでこれはレイスポスですね。それではせっかくなので色違い無限ダイナで向かいたいなと思います。よろしくお願いします。すごい、すぐ集まった。ありがとうございます。レイスポス、色違いの無限ダイナの配布が10月21日で同日にレイスポスとブリザポスのイベントも開始になったんですよね。11月18日にポケットモンスタースカーレットバイオレットが発売っていうことなので約1ヶ月を切ったところという感じになってます。いや本当に終わっちゃうんだなって思うと名残惜しいですよね。剣盾って今までのポケモンシリーズだと例えばサンムーンが発売になってウルトラサンムーンが発売になったみたいな感じでソフト自体が新たにパワーアップして発売になるっていうパターンが今までだとあったんですけど、ソードシールドは初のねポケットモンスター初めての DLC ダウンロードコンテンツが配信になったタイトルということで、ソードシールドが発売になってエキスパンションパスで鎧の孤島と冠の雪原が追加になっていたと思いますが、これすらも懐かしいソードシールドって初の試み結構あったんですよ。ポケモンの巣とかこういう風に協力プレイが出るのも初めてだったし、伝説のポケモンもね、冠の雪原で最後いろいろゲットできるようになっていたと思うんですけど、あれも 3DS のウルトラサンム時代のイベントで、確かに、伝説のポケモンたくさんこうゲットできるのとかはあったんですけど一人だったんですよね。あっちのは、みんなで協力しながら伝説のポケモンをゲットに行くみたいなのとかポケモンをゲットするっていうのはねかなりたくさん盛り込まれていたソフトだったんでめちゃくちゃ遊びましたね。でもちろんランクマとかもソードシールドでまだやってますけど、最終のねアルティメットのダブルバトル応募しました。10月28からですよね。そう、そっちもね公式インターネット大会もラストが今月なので最後までね楽しんで締めくくりたいなと思っているんですけど、まさかのここでレイスポスとブリザポスが出てくるとは思わなかったです。そしてもらえるアイテムに関しても特製カプセルとあと経験飴、多分などって書いてあるところがあったからその他もね特別な道具が受け取れるんだと思います。ポケモンセンターの誕生日のポケモンとかも11月から変わりますからね。
もう全てがスカーレットバイオレット発売と同時にスカバイの方にこう移行になるということで、ソードシールドも本当に終わっちゃうからな11月からでしたよね確か。もう更新がされなくて、で最終はね、今まで特別なレイドバトルだったあの巨大マックスカビゴンが出てくるようになるっていう風になってたと思うんですけど、それもね11月入ってから終わってしまって開始があるはずだから、そこから動画にはしようかなと思っているんですけど、まあ、スカバイ発売になったらここ戻ってくることってそうそうなくなっちゃうので、今のうちにね久々にいろいろ最近ずっと使ってなかったポケモンたち出してレイドボトル回ろうと思いつつ先週ぐらいからね実は剣盾レイド潜ったりしてます。あんまり集まんないんですよやっぱり。なので今回ねレイスポスブリザポスのレイドインターネットでやったんですけど、募集かけて速攻集まってくれて、あみんなやっぱり来てるんだと思ってね嬉しい限りです。あともらえるアイテムですね、最後多分豪華すぎると思うんだけど、何がもらえるんでしょう。最後ザシアンですよねきっとね、多分私が何を選んでも速さがどうしてもザシアンが決めてくれると思います。ありがとうございますだよね。いやザシアンもスカバイにポケモンホーム経由で連れていけないかな、走り回る姿を見てみたいんですが難しいんでしょうか。始まってみたらね、もしかしたら一緒に行けるかもしれない。では確認しましょう、まあ、今回のはねゲットはできないのでこの後逃げてもらえるアイテムはここからです。お、え、めっちゃ多い。あ、銀の王冠と金の王冠がある。経験飴 L6、XL6、 鎧鉱石2で、マックスが5、特製カプセル1。お、謎の実、ミクルイバン、レンブ、ジャボ、全部あるじゃないですか。謎の実関係もほんと特別だったんですよね。私多分全部1回とか、あ、違うな、幻のポケモンゲットキャンペーンで確か謎の実系もあったから、それも含めると2回かゲットするチャンスが確かあったんですけど、今回のも入ってますね。で今レイスポス行ったのでブリザポスも巣穴探そうと思いますが、これ金の王冠と銀の王冠って毎回出るのかな、全て同じかどうかっていうのも気になりますよね。まあ、全部集めるの結構めんどくさくてとか、特別なポケモンとのバトルでもらえる今回の機会って3日間しかないので、金の王冠銀の王冠たくさん欲しいなっていう方はすごくいいと思います。よろしくお願いします。ということで行ってみましょう。氷タイプのブリザポス戦、氷タイプなんでブリザポスに関しては、まあ、基本的に炎格闘岩鋼タイプで攻めるのがいいですよね。お、色雑誌やんだ2体とも。あれ色にすればよかったかな1人ね今回サポートさんです。ピカチュウ連れてきてますね。でマーシャドウにしちゃいました。ザシアンたちは、ダイマックスできないのでちょっと使わせてもらってダイナックル打ちましょう。枠いただきます。いやめちゃくちゃ久しぶりにマーシャドウも出してきましたね。伝説のポケモンではなく幻のポケモンなんですけど、ソードシールドでいつだったかな、結構前にやってた幻のポケモンゲットキャンペーンでもらえた子です。そう、幻のポケモン系もスカーレットバイオレット連れていけるんですかね、気になりますよね。何体かソードシールドも最初入れられる子もいたんですよね。ホームがソードシールドと連携になってからまた増えたんですけど、連携前も、まあ、ミュウとか、あと最初何いけたかな、途中からホーム連携始まってからだと、まあ、今まで登場していた幻のポケモン系はほぼほぼ入れるようになったんですよね。スカーレットバイオレットもホームと連携がもうすでに発表されているので、そこの感じでいけるのかな。そういえばそれも気になりますね。
あ、アイアンテール持ってる素晴らしいピカチュウだ忘れてましたね、鋼タイプ技入ってますもんね。みんな爆速が取れる感じなんだね。お、何持ってる、たすき持ちピカチュウ。え、サポーターさんすごくない？ちょっとびっくりしちゃった。優秀サポーターですね。ブリーダーさんですよねこの方、素晴らしい。やっぱもう巨獣さんは強いですよね。レイスポスでもブリザポスでも有効という、素晴らしいな。さっきゴーストタイプだったんで、まあ、格闘技は効かないみたいな感じですけど、まあシャドウ的にはね、まあゴーストタイプの技も持ってるし、氷タイプに有効なね格闘タイプの技も持ってるので、そういえばどっちもいけるなと思ったんで出してきました。この特別レイド中は私ずっとマーシャドウ使ってるかもしれないです。どっちが来てもいけるのって、まあ、ゴースト鋼タイプとかね、あとなんだろう、悪岩タイプ、悪炎タイプ、なんかポケモンいたかな、パッと思い浮かばないので、ちょうどいい子だったんですよねこっちでももらえるアイテム同じなんでしょうか、そこは気になるかも。強いなブリザポス。あ、ザシアンが4枠までいけますから、ここはね強力なんで。うわ、白の稲の木攻撃がある、ちょっと怖いね。ダイナックルいきましょう。ピカチュウはねタスキ持ちだったのでまだいます。次の攻撃はどうなるんだろう。光の壁で強くなってますね。嬉しい効果を入れてもらいました。応援に関してはソードシールドだとね、ポケモン倒れちゃった時の一旦応援のターンがあるんですけど、スカーレットバイオレットだと自由に応援も、回数制限はありますけど使えますからね。あっちのテラレイドもどうなってるのか始まってみるの楽しみですね。ソードシールドのねレイドバトル、ポケモンの巣もだいぶ遊んだので、新作のスカバイもいっぱい遊ぼうと思います。あともう一回かな。あ、ちっちゃくなっちゃった終わりましたね。ここでザシアン戻ってくると、そう、色ザシアン持ってるってことはシールド端末なんですよね。仲間仲間いる。そしてみんな戻ってくる、嬉しい。よし、行きましょう。ハッケイドレインパンチ、ハッケイドレインパンチの方が威力が高いんだけど、ドレインパンチかな。あ、考えなくてよかったやつだありがとうございました。それではアイテム確認しましょう。一緒かな、 LXL が6でしたよねさっき。6625、あ、銀の王冠しかない金の王冠って稀に出るやつかもしれないですね。木の実も同じ数だし、鎧マックスの鉱石剣も一緒だし、特製カプセルも入ってるから、違いとしては今回やった限りだと、私の場合は銀の王冠と金の王冠ここだけでしたね。銀の王冠が絶対あって、金の王冠が稀にあるとかなのかな、どうなんでしょう。皆さん遊んでる方ぜひ王冠系どうだったか教えてください。もらえたアイテムの違いが、私の場合は金の王冠があるかないかだけでございました。本当に特別なレイドだし、剣盾でね最後の公式レイドということですので、まだね期間があるので最後まで遊ぼうと思います。どっかで出会ったらよろしくお願いします。ということで今回は公式最後の期間限定レイドのお話をしてみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!